河原緑4月1日2013年1月13日は、日本の政治家、衆議院議員、防衛庁長官、建設大臣、自由民主党国会対策委員長を歴任した、石川県七尾市出身、石川県立七尾高等学校、中央大学法学部卒業、マス谷秀治の秘書を経て、地盤を後継、いわゆる防衛族議員とされる、学府は、 元河原金属社長の河原達治。1988年、潜水艦な出しを事件の責任を取って、防衛庁長官を隕石辞任する。辞任の翌日から日本中の三十数遺族すべてを、先行を持って訪ね歩いた。1992年12月、総裁、宮沢紀一の元自民党国会対策委員長に就任。第二次。 橋本改造内閣で建設大臣、小渕第二次改造内閣、第一次森内閣で防衛庁長,長官を務めた。第44回衆院選において、党は河原を比例単独候補とし、選挙区候補を輪島市選出の県議会議員である北村茂雄とするコスタリカ方式を打診した。河原は反発し一時無所属での出馬も検討したが、 党本部による比例名簿上位の確約により受諾した。第45回衆院選への引退表明の際、石川県第3区に自身と同じ自民党から立候補した北村を後継候補として認めない旨発言支援しないことを表明、さらに選挙戦中に第3区民主党新人候補の近藤和也と握手する姿を披露するなどしたため物議を醸した。 2013年1月13日午後1時30分、肺炎のため、石川県七尾市の病院で死去。75歳を打つ、没後七尾市名誉市民。愛称は、リキさんであり、公式ウェブサイトでは、本名の、河原、勤とではなく、河原、リキと称していた。ありがとうございます。